ストラトフォードの中心に位置するパース群長、ストラトフォードは、カナダ・オンタリオ州南西のパース群のエイボーン川にある2011年現在、人口3万886人の市である。1832年に、ヨーロッパ人が初めてこの地域に入植してきたとき、都市敷地と川は、ストラトフォードイコールアポニイコールエイボーンにちなんで名付けられた。ストラトフォードは、 パース軍の首都であり、組み入れられ、1859年には町へ、1886年には市となった。最初の町長は、ジョンコリー・ウィルソン・ラリーであり、現在の市長は、ダンマシソンである。白鳥は、市のシンボルとなっており、毎年24話の白鳥が、エーボン川に放たれている。町は、ストラトフォードフェスティバルの発祥地としてよく知られている。 ウィリアム・シェイクスピアのゾウ・ストラとト・フォード・フェスティバルは1953年7月13日に始まった。俳優のアレック・ギネスがフェスティバルで現在年に1回行われるフェスティバルは、それぞれの年の開催地へと何千もの観客や観光客を招いている。アレック・ギネス、クリストファー・プラマー、マギー・スミス、ウィリアム・ハット、 そしてウィリアム・シャトナーを含む評価の高い役者がフェスティバルで演じている。カナダ人の劇作家であり、脚本家のティモシー・フィンドリーは第一期で上演し、現在もフェスティバルと関係があり、1997年ついにストラトフォードへ引っ越した。世界で名高いフェスティバルは、市中の4つの劇場、フェスティバル劇場、ボン劇場、トム・パタースン劇場、 スタジオ劇場で開催される。歴史的に市は、鉄道の接続駅であった。現在、カナディアンナショナル鉄道とゴードリッチエクセター鉄道が、貨物を運送し、ビア鉄道が乗客を乗せている。ストラトフォードのビア鉄道の鉄道便は、ストラトフォード鉄道駅から出ており、ケベックシティ、ウィンザーコリドー鉄道区間の部分のトロント、サーニア間に位置している。ストラトフォードで、 ビア鉄道は毎日4本運行している。400系統の道路ではないが、7、8、昔の19が接続しており、キッチナーから高速道路によってつながっている。グレーハウンドカナダはロンドンとキッチナーとの間を毎日運行していたが、2011年7月にこのルートは欠便になった。シェリーバスラインのオーナーのロビンフットツアーズは、 ストラトフォードからキンカーディンや、ビンガムまでのチャーターバスのサービスを提供している。市の中では、ストラトフォード交通局が、地方路線バスのサービスをしており、週6日間30分おきに運行している。ストラトフォード市営空港はちょうど市の北に位置している。ストラトフォードサマーフェスティバルは7シリーズにわたって、催されている。 ストラトフォードの中心部のカナダ人の若者のパフォーマーだけでなく国際的な音楽やクラシック音楽、そしてワールドミュージックのアーティストによる屋内や屋外の公演が上演されている。ストラトフォードは出順ありがとうございます。